夢ラジオ第5438回、今日は令和5年8月26日土曜日です。時刻は午後2時、横浜港北、土曜日の午後。今日はなんか黒い雲が出ていて、さっきから少しゴロゴロと言っていますね。大気は不安定です。さて、夢ラジオ、今回は立花隆と大津彩香パート4をお話しいたします。ぐずぐずと代表権争いが続いているわけですね。どっちかっていうと大津の方が有利だろうと夢ラジオではお話しておりますが、いよいよそのようになってきましたね。立花さんによると、その浅尾慶一郎っていう参議院議員がいらっしゃって、でこの人はかつて何党で、みんなの党かなんか、それを解党した、そういう経験がある、その経験がある人に、あのその党を解党するときにはどうするべきですかというような、そういう質問があった。で浅尾さんはそれだけを言っただけで、ツイッターかなんかで誰からそんな質問を受けたのかは明らかにしていなかったけれど、それは大津さんからに決まっていると立花さん言ってるわけです。大津さんかもしれませんね。で、党を解党する。そして、もう一回やり直す。もともと48党という、そういう名前に何の未練もない。で、この党を解党した場合には、政党助成金というのは、大津のものにはならない。解党したからね。で、立花のものにもならない。どうなるかというと、そのみんなの党の時には国庫に再び返却されたようなんですよ。これ大津やりそうですよね。つまりお金のために、つまり政党助成金のために大津さんをやってるとは思えない。じゃあなんでこの闘争をしているのか。いや、立花さんを悪いと思ってるからでしょ。ですから大津さんとしては政党助成金が立花さんのところに行かなきゃいいわけですよ。別に私欲しくないわよと。でその大津48党といっても、大津さん自分で言ってるようにろくでもないのしか集まっていないと。ただブレーンはいるようですね。ただブレーンはいる。ただそのそれで議員を集めようとか党員を集めようといった時にはもううぞうむぞうのしょうもないのしか来ないと。広志は1ヶ月持たずに解任、黒川も2ヶ月ほどで解任。もう大津さんため息ついてるでしょうね。何なんだこれという。で大津さんがその解党というのを自分で思いついたとは思えない。どなたかが次にやるべき手続きはこうですよというふうに指南しているんでしょうね。回答しなさいよと。そうすると彩香さん、あなたがターゲットとしていらっしゃる立花さんをさらに追い詰めることができますよ。政党助成金がもう国庫に返納されてしまったら、それを原資にして借金していた立花さんはもうアウトですよね。こんな方法があるとは私は思ってもいませんでしたが、立花さんがそれ自分のチャンネルでおっしゃってて、で今までに振り込まれたものは、あの大津さんの元にも渡っておらず、りそな銀行にも振り込まれておらず、りそな銀行にあるのはあの8000万ぐらいで、それは大津さんも使えない。あと残りは
なんかどっかに取ってあって、これは払われたことになっているようです。これはそのもう払われたわけだから、そっくり立花に返ってくる可能性もある。ただしそれは10億円の借金のうちの3分の1ほどで、残りの3分の2はまだ支払われてない。そのまだ支払われてないその政党助成金が、結局大津さんが投資として回答手続きを行えばもう払われない。そもそも国庫にそのまま返される。で、立花さんとしては大津さんが回答するんじゃないかというのを一番恐れていたというふうに今回お話しされていましたね。立花さんは分かってたんですね。あ、これで回答したらもう政党助成金がそもそも払われないから、誰にも。ありえますね。で、大津さんのこれまでの適時に適当な策をパチッパチッと打ってくる、これでいけば回答、つまり大津さんとしてはなんとなく立花にね、こうほだされてというか、乗せられて政治の世界に入ってみたけど、まあ、その結果はむちゃくちゃと。で、その結果大津さんとしては立花さんが、まあ、悪い人だと思っちゃったのかな。何かを見て、何を見たか私には分かりません。あるいは誰かに吹き込まれたのか、誰に何を吹き込まれたのかも私は分かりません。で、立花さんにお灸を据えてから、じゃあ政治の世界からもバイバイしようかなと、さよならしようかなと、これが最後のお仕事かもと。政治家女子48で集まってた女の子たちは今どうなってんだろうね。結局 N 国党に戻っちゃったから、あの女の子たちどうなったんだ。そして喫茶店かレストランかやるっていうあの話も何なんだ。ちょっとその辺一回言ったんだからね、なしになりましたとか、いやまだ計画は進んでいますとか、立花さんも言うべきだよね。期待持たせてたんだから。あと女の子の都合もあるでしょう、そりゃ。もうしっちゃかめっちゃかなんですよ。行き当たりばったりというかね。立花さんらしいといえばそうなんですけど、お金を預けるべき対象ではやっぱりなかったね。で、その4000万円を党に貸し付けているお方、そのお方の住所が不定である、不特定である、つまり306号室になってるのに3階がない建物だ。これ変は変だよね。で、立花さんはなんか郵便物は届いてるっていうふうにおっしゃってんだけど、言われりゃ変は変だよね。その3階のない建物なのに306号室と。だからこういう住所が定まっていない、実態があるかないかもわからないような人が貸し付けている、そういうお金の話なんだから、そういったものは裁判としてなじまないから却下してくれと、こう大津さんの弁護士お二人が言ってきた。これも立花さんが報告されてました。今までの男の人1人の弁護チームが女の人も加わって2人体制になったようですね。いやー、本格的ですよ、大津さんのサイドは。で、その立花さんが大津さんに対して裁判を起こそうとしている時に、その訴状がそもそもおかしいと。実際にいるかどうかわからないような人が貸付人、まあ、債権者となって、そして大津サイドを訴えてきている。これはそもそも裁判所として却下するべきだ。しかも話がややこしくなるのは、これをその黒川さんがその弁護士から聞いて、相手の大津さんサイドの弁護士から黒川がこの4000万円の人
いるんだかいないんだかわからないって言われている人の住所聞いて、それを晒してそこに凱旋かけるかなんかっていう、まあむちゃくちゃですよね。なんでここまでこじれるんだと、なんでここまで話がむちゃくちゃなるんだと。でこういうことがずっと続くことによって NHK 党の政治力がそがれ、立花さんのリソースがそこに割かれ、他に何にもできず、そしてこれが狙いなんだろうね、黒川さんにせよ大津さんにせよ、次の選挙で N 党からもう当選者を出させない、その次の参議院選挙でも当選者を出させない、そのことによって政党助成金が入らないようにする、そしてその今ある政党助成金は国庫に返すようにして、立花さんに数億円の借金が残るようにする、ざまあみろと、まあ、よく考えたものですね、これはこれでね。そして黒川大津のお二人はもう手切れになったようですけど、立花さんと戦うという点ではお二人とも継続してるんだよね。なんでここまで立花さんを苦しめるんだろうね。まあ、とはいえ今思い出しても3月の頃のみんなの前で大津彩香を吊るし上げて、でみんなの前で黒川敦彦をコケにしてみたいなやってたよね、立花さん。みんなの前でやるんだよ、立花さんは。それをだからそんなのをされたらもうこいつだけは許せねえみたいになっちゃったのかな。 NHK 党こそリバタリアンの党である、NHK 党こそ自由な党である。その自由は参政党に望むべくもない。しかも NHK 党は保守の党と自分では言ってくれているらしい。そんな観点から注目もし応援もしてきたんですけど、夢ラジオではここまでやられたらもう立花さんも次の選挙でどうしようのビジョンなんか打てない。しかも発生することがどれもこれもしょうもない話なんですが、それにいちいち時間とエネルギーを取られる、敵の術中にはまってるわけですよ。しかもどうしてこんなことをいちいちやらなきゃいけないのか。いや、それは立花さんが、はい大津さん、あなたに全て渡しますよ、大津さん乗っ取ったっていいですよ、あなたの好きにしていいんですよ、これが原因なんですよ。自分でまいた種なんだ。だから同情できない、立花さんには同情できない、全く。このままだと N 国党と名前変えようが、あと2年3年のうちに空中分解していくだろう。惜しいですね、 NHK 問題にあれほど取り組んでいたその政治勢力、こんなミスで崩壊してしまうなんて。夢ラジオ、今回は立花隆と大津彩香パート4、これ行くとこまで行くでしょうね、行くでしょうね、これはね、お話をしました。土曜日です。